ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインスタッフメンバーの心地よいオフタイム。特にファンサービスの一環として、帰国後にインスタライブを行うとの発表には大きな喜びの声が寄せられています。先日、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイのメンバーが3人揃ってロサンゼルスを訪れ、美しい自然の中でリフレッシュする様子がインスタグラムストーリーで披露されました。 いつも熱烈なファンから愛されている3人が、ゆったりと過ごすプライベートの1コマに触れることができ、多くのファンを喜ばせることとなりました。ラデの休日を満喫している様子は、まさに彼らのお仕事への情熱と努力が報われた証だと言えるでしょう。ここ最近、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛は大きな成功を収めており、メンバー個人の評価も一段と高まってきています。 特にグループの中心的な存在である神宮寺さんは、その美しさと歌唱力で絶賛を浴びており、ファンの間でも人気は絶大です。今回のインスタグラムでは、カジュアルな服装でもひときわ際立つ神様の姿が捉えられていて、思わずため息が漏れてしまいます。一方、平野さんや岩優太も個性的な魅力を発揮しており、 三人それぞれの長所が際立っているのが印象的でした。リラックスした表情で映っている三人の姿は、ステージ上とは一味違う雰囲気を醸し出しており、ファンにとってもまた新鮮な体験だったことでしょう。ストーリーでは、ロサンゼルスの青空の下で三人が楽しげに過ごす様子が克明に捉えられていました。ファンからはいつも変わらない三人で可愛い。 心地よい雰囲気に癒されるといった声が相次いでいました。特にファンサービスの一環として帰国後にインスタライブを行うとの発表には大きな喜びの声が寄せられています。これらの反応からもハッシュタグナンバーアンダーラインアイメンバーに対する深い愛着と信頼が感じ取れます。彼ら3人が徹底的にステージ上での完成度を追求してきたことで ファンの心をつかみきっているのだと推測できます。一方で、ストーリーに写っている写真についても、ファンからいくつかの指摘がありました。メンバー間の見栄えさが気になるといった意見や、カメラに集中しすぎてしまったことへの指摘などが見られました。これらの指摘は、ファンの鋭い観察眼と、メンバーへの深い理解を物語っていると言えるでしょう。今回のストーリーでは、 ハッシュタグナンバーアンダーラインアイの3人が日頃の疲れを癒しながら自然豊かな異国の地で心地よいひとときを過ごす姿が捉えられていました。ステージ上では見せない素顔が垣間見えるこの機会はファンにとって貴重な体験に違いありません。さて、これらのストーリーを通して感じられたハッシュタグナンバーアンダーラインアイメンバーの素顔とファンの反応についてはいかがでしょうか ステージ上での輝かしい活躍と並んで、プライベートでの彼らの姿にも注目が集まるのは、彼らの魅力が多面的であることを物語っているのかもしれません。今後も、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛の活躍とともに、ファンとの絆も一層深まっていくことを期待したいですね。ハッシュタグナンバーアンダーライン愛が洗練され、成長している様子が見て取れる。 いつものリラックスした雰囲気に加え、コーチェラというビッグなステージを誇り高く踏破したことで、さらに自信と充実感を帯びた様子がうかがえる。ソーシャルメディアでは3人それぞれの素顔が垣間見え、ファンの期待に応えるかのようなメッセージが発信されている。ラでの自由な時間を存分に楽しみ、日本での新たなステージに向けて心を整えている様子が伝わってくる。 映像や写真からは、三人の心の奥底にある喜びと感謝の気持ちが滲み出ている。ファンに向けて発信される言葉や仕草には、これまでの努力と成果に対する充実感とともに、これからもさらに高みを目指したいという強い思いが込められている。それはまさに、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛という存在の魅力そのものだ。 ステージ上では凛とした表情で魂を込めて歌い上げる一方で、プライベートの場では素直な笑顔を見せる、そのギャップとバランスの取れた人間性こそが、彼らのファンを魅了し続ける大きな要因なのかもしれない。優れた歌唱力はもとより、楽曲の完成度の高さ、そして何より三人の真心こもった姿勢が、ファンの心に深く刻まれているのだ。彼らの絶妙なバランス感覚は、 今後のさらなる飛躍につながるだろう。そして、この時間をリフレッシュの機会として、新たな可能性に挑戦し続けるのだろう。なで吸収した刺激と充電を経て、3人が降りなす日本でのパフォーマンスは、より一層の感動を生み出すに違いない。ファンとしては、ハッシュタグナンバーアンダーライン愛が新たな景色を切り開いていく姿を楽しみに待ち望む、ばかりである。 日本でのインスタライブなどを通じ、最新の情報を得られることを期待したい。彼らの未来への挑戦は、きっと驚きと喜びに満ちたものになるはずだ。ナンバーアンダーライン愛、コーチェラから帰国間近。ラでのリフレッシュタイムを満喫。先日、大規模フェスコーチェラに出演し、大きな成功を収めた人気グループナンバーアンダーライン愛。 彼らは今ロサンゼルスで余韻に浸りながら、ゆっくりとした時間を過ごしている様子だ。ナンバーアンダーライン愛の3人はいつものリラックスした表情で SN、SNS にたびたびストーリーを投稿。美しい南カリフォルニアの風景をバックに、のんびりとしたアクティビティを楽しむ姿が見られる。ステージ上での輝かしい活躍とは対照的なオフの自然体の3人の姿に、 ファンはほっと安心した様子だ。楽しんできてね。帰ったらインスタライブするって、とファンからの応援の声が相次いでいる。ライブツアーで疲れも見られた3人だが、ら滞在中は心身ともにリフレッシュしているようだ。ゴートの称号を手にしたナンバーアンダーラインアイは、コーチェラでの圧倒的なパフォーマンスで世界中の観客を魅了した。 そのネームバリューと実力を遺憾なく発揮した彼らは、ついにグローバルな地位を確立したと言えるだろう。今後、3人が日本に帰国してからのインスタライブが大いに期待されている。ファンにとって、この充実した休息の後に、さらなる活躍を見せてくれることだろう。ラでの充電を経て、ナンバーアンダーライン愛の次なる旅立ちに大きな注目が集まっている。 SNS では、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちの自然体で温かみのある姿がたびたび見られる。特に今回のら滞在中の様子は、ステージとはまた異なる魅力がある。ファンからのコメントを見ると、メンバーの中の良さがうかがえる。リラックスした彼らの様子に、ファンは癒されている様子だ。キシ君の首のネックレスがキラキラ、神君の目がキュンキュンと、 細かな観察眼で3人の様子を伝えるファンの姿勢にも、ナンバーアンダーラインアイに対する深い愛情が感じられる。ステージ上では圧倒的な存在感を放つ3人だが、こうした平和な休息の時間にこそ、彼らの素顔が垣間見えるのかもしれない。コーチェラ以降の充電期間を経て、ナンバーアンダーラインアイの次なるステージに向けた意気込みが感じられる。